そうか。楽しむ。ビデオ、プロフォーン。おはようございます。ヒカキン TV Everyday。ハロー YouTube。グッモーニング。どうもヒカキンです。さあ、眠。今回ですね、はじめ社長と二人で大阪でね、お仕事があって、で、昨日仕事があって、夜遅くまでやって、で、ホテルで一泊して今日帰るっていう日なんですけど、2、3時間ね、時間があるってことで、大阪で、いつもね、私ヒカキンが心斎橋とか難波とかその辺で行く、ラーメン屋さんとかたこ焼きとか、服屋とか、を、今日はね、はじめ社長と一緒に、少しゆるーく、回りたいと思います。今朝ね、9時でございます。いやー、起きました。ちょっとはじめの部屋でも行ってみっかな。で、このホテルすごくない？そう、今回ね、そう、USJ のね、すぐ横のホテルで、これなんかジュラシックパークの部屋なんだよね。めっちゃいい部屋なの、これ。これ、ベッドやばいんですよ。これわかります？これ。ほい？車やん。車やん。ふぅー。ジュラシックワールド。ちょっとはじめんの部屋行ってみるか。はじめんの部屋。このテーブルなんかね、僕んちとね、同じブランドな気がするんだよね。いやー、いいなー、このホテル。これ枕元のね、この iPad みたいな、このタッチパネル。これでね、ライトとかも全部決めれるの、こうやって。ポンって押すと、こうライトつくんだよ。ほら、すごくない？なんてハイテクなホテルなんだ。はい、これで着いた。いやー、いいホテルでした。さあ、出発しようかね。ロビーもめっちゃ綺麗。はじめを待ってます。来ましたよ。おはようございます。どう行きました。これから心斎橋の、雨村行きます。おたこ焼きがね、まず美味しいんで。たこ焼き美味しいってすごいですね。美味しいね、ネギで埋まってるみたいなやつ。あ、いいな。美味しいんですよ。まあ、ちっちゃくてトロトロしてて、その後ラーメンなんて、もうこれはすごいですよ。カロリーがすごい。やばいよこれ。人多いですね。ね、もうはじめんのね、もうもろバレなんだよね。いやいや、そんなことないですよ。バレちゃうバレちゃう。やばい。怖い怖い。下向いて下向いて、もう下を向いて歩こうだから。もう雨村の目の前までいるんで、やばい怖い。ヤンキー、ヤンキーがいっぱいいる。怖いよ怖いよ。ヤンキー、ヤンキー、我々は一生下を向いていこう。ネットだけでは上向かない。やばい、今日日曜日なんで人がやばい。三角公園、三角公園でいい。着いた着いた。買ってきました。イエーイ。早く食い食べよう。どっから食べよう。ウェー、これがね、なんかちっちゃくてトロンとしててめっちゃうまいのよ。確かになんか小さいですね。そう、じゃじゃーん。だってわーっくわ。いや、美味しそう。うまいって言うと思うよ。ちっちゃいんだよ、すごい。ウィー、いただきます。はじめのたこ焼きの歴史が今日変わることになる。マジっすか。うん、いただきます。あ、やべ。こういうのマジでうまい。いただきます。やばい。あず
うまい。めちゃくちゃうまい。うまいよね。結構さっぱりしてますね。うん。まあ食べやすい。こんくらいちっちゃいのが好きなんだよ。あれ。これは。うまい。大阪にいたら絶対しょっちゅう来る俺は。なんか癖になりそうね。うまいからラーメンもいけるな。うん。なんで東京ってたこ焼きあんまないんだろうな。確かに全然見かけないですね。ね。一瞬で完食。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。福屋に着きました。あのねセレクトショップのメメ盛りっていうんですけど、ここでね前も買ったことあるんですよね。行きましょう。ゴー。ああ。すごいんだよ。ほら。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いします。ちょっと初めコーディネートだって。ほら。ね、靴とかさ、あの、いろいろいいやつがあるんだよ。うん。セレクトショップだから。古着の。あれですか。古着の。そう。おちなみにこれもあのネットでここで買ってる。そう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 。これね、このなんつんだろう、こういうのあのジーパン生地のやつ、ジージャン系のクリーム、中がモコモコなんですよ。あ、ほんとちょっとだけふんわりしてるやつだ、これいいっすね、これ。ほらふんわりしてる系、そして裏にあ、しっかりとちょっと引きたいでしょ、クリームだね。うん、あー、いいね。買ってきます。お帰りです。うーん、一個に決まらない。でもこう、でかいんだよね、俺。サイズないんだよ、頭でかすぎて。もう1店舗行くことに。2軒目。すいません、こだわりが強くてね。バチンってきたやつを買いたくて。うん、どうぞ。あ、お願いします。全然また違う、全部違うからさ。全然売ってるアイテム違うからさ。うん、ね。親分、親分。お、いたいたいた。これ締めてるかな。いや、似合ってます、似合ってます。おいおいおい。あ、怖い。え、僕好きですよ、でも。サイズも甘いし、これ買おうかな。やるそう。これいいね。いいです、いいです。M なんだけど、案外でかい。丈も全然。これにしようかな。スターウォーズですか。スターウォーズ、なんかすげえこれ有名なんだよね。ベトモンです。ベトモン、ベトモン。めっちゃいいっすね。ね、オーバーサイズかっこいい。横の文字がすごいね。スリームだ。一瞬これなんか帰りこれ被ってたらバレないんじゃないかな。確かに確かに。買っていったら。はじめんサインが。はい。
ウェイ飾られます。あ、そうですね、僕のもここに。おお、いいね。これもゲットしましたね、はじめさん。ニューロゴのやつですね。いきましょう。別人になってるぜ。転送も完了だぜ。ラーメン行きましょう。行きましょう、行きましょう。発見しました。このね、僕上六っていうこのラーメン屋好きなんですよ。ここなんですね。そう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 。行きましょう。Go。すごい。そう、ここね、ほら。うわ、すげえ。Yeah。 俺が決める YouTube ラップ急上昇決まる。俺らは急上昇どころか。上上昇、常に上昇。いや、運も上昇。あなたいつもありがとう。常に上昇、運も上昇ってやばいね。ああ、大丈夫そうだね。え、すごい。ここすごいね。すごい。やってるよな、これ。やってる、やってる。そうそう。あ、中に並んでるスタイルなんだよ、これ。ほらほら。こういうタイプか。うん。ここか。そう、中に並んでるスタイル。これ1年半前ぐらいに食べたら美味しかったんだよね、ここ。よー、全然並んでない、ラッキーと思ったら1時間待ちで中にとんでもない人が待ってるんだよ。ラーメン屋で1時間待ちってすごいっすよ。それもね、路地裏なんだよ、うん、やばいね。全然道が。ちょっと始めを強制的にちょっとここで待たせたいと思います。頑張ります。頑張ります。1時間経過しました。大丈夫ですね。ゲームしてない。いよいよ、ちょうど今、飽きそう。久々に1時間も待ったの。1時間なんてこと待ったことないっすよ、多分。本当？デビューだな。デビューですね。中華そば並。ありがとうございます。マルダス。うわあ、すごい。もちもちしてる。なんか絶妙だな。なんか昔ながらの感じだね。うん、胡椒がすごい美味しい。これあとは新幹線で爆睡して帰るだけだな。最高じゃないですか。ちょっとね、昨日ね、朝まで語り尽くしちゃって。そうだったよね。新幹線本当はね、練習したいんですけど、爆睡しよう。わかります、その気持ちは。すごい日だった、2時間待ちだった。色の割に別にしょっぱない。うんうん、一瞬で食べ終わった。本当早い。デブなんだ。デブガリコンビなんだ。ご飯入れたくなっちゃうですね。先生、ご飯いいですか？あ、マジか。ご飯食欲すごいな。はい、どうぞ。
ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかった。はい、というわけでこれからね、静岡と東京に帰るんで新幹線別なんで、はい、ここで。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。いや、いい日でした、本当に。めっちゃ大阪好きになっちゃいました。ね、これで大阪パワーで編集頑張りましょう。頑張ります。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。ヒカキン TV、そしてはじめチャンネル、登録もぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初は、ブンブン、じゃんけんポン。うわー。わーい。登録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 登